出た。ああ。終わり今日もしかして私やっぱり。もう今日でお疲れ様でした。お疲れ様でした。自転車エピソードないんですか？ごめんなさい、あの次の水曜の夜までにし考えときます。あ、もうあのそれ大丈夫です。出れない前提なのかな。はい、続いて北海道にお住まいのラジオネームちっちゃな頃からじゅんちゃんさんからいただきました。じゅんちゃん。今日が金曜最後の生放送なんて信じられないですね、うんうん、大ベテランと若手トリオの回ですね。ピアノ卒業おめでとう。おめでとう。ファンファーレもなりました。よくファンファーレ用意してたな。だって来週大島優子スペシャルとか言っといて、こんな何もなく勝手に卒業とか言ったらそうだよ。悲しくて悲しくて2週連続ですよ。だから本当優子ちゃんより先に今日スペシャルですよ。発表してないのに前座ですね。前座、優子ちゃんの前座に踏まえての前座です。え、待って、これ私さ、あの卒業発表してないのにそういう流れってことはもう解雇みたいなもんだよね。違う違う違う、サプライズですよ。サプライズ、全然嬉しくないんだけど。びっくり。何があるか分かりませんからね。そうね、 AKB ってそういうの醍醐味だよね。ポコチは何してたのかね。え、なんて、ポコチ、ポコチは自然にポコチさんは、さきこさんは何をしてたのかなと。そっからちょっとまず解消してていいかな。アスカちゃんはね、私のことをね、ポコチって呼ぶんですよ。そうなんですよ。え、由来は何ですか。由来はなんだろう、あ、結構いろんなメンバーにいろんなあだ名をつけるから、うん、で先さきこさんで先っぽってなんか、そう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 、言われてた時とかあったの、うん、先っぽとか先っちょって呼ばれてたから、だから先っぽこちってつけて。そこ先っぽこちってやっぱ長いなってなったんですよ。それ長い、ね、だからもうそこの端折って先、うん、先っこの方の端折ってポコチにしちゃったんですよ。そしたら由来なくなっちゃったの。原型ないじゃないですか。そうなんだよ。生放送で言ってくると思わなかったから。私もね、自然に出ちゃったよね。 今びっくりしちゃったね。今今までさ、オールナイト一緒に出てもさ、そこだけは言わなかったんだよね。言ってたんだけどね、出ちゃった。びっくりしたね。ポコチ、一本もじゃあ、そうだね、ポコチ、ね、じゃあ聞くじゃん。一応聞きます。聞いてもらっていいですか。じゃあ、アルマ聞いて。じゃあ、あのスケスケ姉さん、いやちょっといやいやらしいですか。いや、私は7期だから7期生でやりたいかな。はい、ありがとうございます。ちょっと、そして大島優子卒業スペシャルは来週の金曜日です。AKB48 のオールナイトニッポン、今夜は松井咲子卒業スペシャルです。そうなんだ。ということで、倉持飛鳥と阿部マリアと松井咲子です。ちょっと待って、やばいちゃった。じゃあ3人でお送りしています。早速ね、勝手にあのサブタイトルつけないでもらっていいですか。あ、すいません、あの感想のメール届いてるんで、話してもいいですかね。お願いします。続いて、はい、新潟県にお住まいのラジオネームツバメの番長さんからいただきました。番長、さきこさんのスケスケ服見ました、はい、こんなに透けてていいのかってくらい透けてますね。これからはピアノからセクシーに乗り換えるんですね。いやいや、そんなことないですけど。もう早速上がったんですね。そうそう、ね、早かった、ね、仕事が早い。さすがですよ。いやいやいや、着るでしょ。でもみんなこれセクシー要素。いや、ちょっと着ないんです、ね、嘘、全然着ないです、ね、嘘。ちょっともう全部覆っちゃって、私たちはもうトレーナーみたいな着ちゃった。はい、続いて2時になりますね。2時だよ。2時だ。最近なんか妄想したことありますか。やるけど言えない。ちょっと待って、言えないじゃないですか。ごめんなさい。ちょっと待って。スケスケ姉さん。何の妄想してんの。もういいよ。今日だってもうあと1時間ぐらいしかもう。嘘でしょ。ポコチのもう。私の出番自体がってこと。そう。オールナイトニッポン。あれさ、これ、ピーを入れられたら入れてくれるんですって。生放送で。そうだよ。無理でしょ。いや、大丈夫だって。どうしよう。え、大丈夫だって、ファンファーレを急に流す技術を持っているんだから。そうだけど、絶対信用できない。私結構オールナイトハマってないもん。結構裏切られてるんですよ。大丈夫。最後ぐらいはやってくれる。本当、私4月からもオールナイトは出たい。大丈夫、大丈夫。信じて、みんなの目を見て。誰も目合わせてくれないんだけど。嘘でしょ。本当言ってる？うん。え、妄想よ。最近、なんか、こんな感じの妄想してますよって。私ね、やりたいことがあるの。うん。これは私がアイドルじゃなくて、うん、もう普通の女の子として、うん、だとした場合、うん、女なんだけど。そうね。した場合に、うん、あの、キス我慢選手権ってあるじゃないですか。わかります？あれめっちゃ見るの楽しくて、私も大好き。すごい高いの。高いね、あれね。それを、ただ、好きな人とやりたい。妄想。ちょっと
でピー入ってないですけど。いや、入ってました、入ってました。ピー入ってました。入ってました。私に聞こえてないだけ。はい。え、聞こえてなかった？聞こえてなかった。まず一番最初は、私が、まあ普通の女の子だったらしたいことは、ずっとピー入ってる。嘘、うん、ってことは、だとしたら言っちゃってるし、みんなさんには私は好きな人とピーがしたいって言ってるって伝わってますよね。あ、そうですよ。大丈夫ですか？大丈夫でしょ。本当ピー入ってたから。大丈夫ですよ。うん。大丈夫だよ。信じるね。全然大丈夫だよ。全然大丈夫。まあ